責任者ですよね。そうじゃないでしょ、調達部のトップでしょ。答えないようなことをしない、恥ずかしいことをしないでください。彼女がやってることは政治権力に対して質問をする、これがなんで注目されなければいけないんですか。だからなんで TBS が出してることをそのダメだっていうわけ。今ある権力がどうあるかを見るっていうのが僕らの仕事だ。自供したしてないやん。これが不十分だったら何が十分なんだろう。あったものをなかったことにはできないと。取材はできません。じゃあ次の段階だ。長官はこの会見を一体何のための場だと思ってらっしゃるんでしょうか。あなたに答える必要はありません。これ法的におかしいですよ。相当メディアというのを舐めてると思いますよ、私は。